レッドは GDNF ファミリーの細胞外シグナル、伝達分子を結合する受容体系チロシンキナーゼであり、人ではレッド遺伝子に行動される。レッド遺伝子の機能喪失型変異はヒルシスプルング病の発症と関係しており、機能獲得型変異は、甲状腺髄が癌、多発性内分泌腺主症にアンペア型と2バイト型を含む様々なタイプの癌の発症と関係している。 レッドはリアレンジドデューリングトランスフェクションの略であり、この遺伝子の DNA 配列はもともと3 t 3ンセンイメ細胞株をヒトリンパシュ細胞を由来の DNA でトランスフェクションした際に再編成が起こっている領域として発見された。人のレッド遺伝子は10番染色体に位置しており、21個のエクソンからなる。レッド遺伝子からは 選択的スプライシングによって3つの異なるタンパク質アイソフォームが産生される。レッド51、レッド43、レッド9はシーマッタンのテールがそれぞれ51、43、9はミノ酸からなる。一般的なアイソフォームはレッド51とレッド9でインビポでの生物学的役割が最もよく研究されている。 各アイソフォームは共通のドメイン構造を持ち、4つのカドヘリン様リピートとシステインリッチ領域からなる N マッタンの細胞外、ドメイン、疎水的な膜貫通ドメイン、細胞質側のチロシンキナーゼドメインから構成される。チロシンキナーゼドメインは27アミノ酸からなる挿入配列によって分割されている。レッド9、18、51の チロシンキナーゼドメイン内には16個のチロシンが存在する。ティール1090とティール1096はレッド51アイソフォームにのみ存在する。レッドの細胞外ドメインには9つの N、グリコシルカ部位が存在する。完全にグリコシル化されたレッドタンパク質は170ラであるとの報告があるが、どのアイソフォームに対応するものであるかは明らかではない。 レッドは GDNF ファミリーリガンドに対する受容体である。レッドを活性化するためには GFL はまず GPI アンカーで膜に固定されたコレセプターと複合体を形成する必要がある。コレセプター自身は GFRα タンパク質ファミリーに分類される。様々な GFRα ファミリーのメンバーはそれぞれ特定の GFL に対して特異的な。 結合活性を示す。GFL-GFRα 複合体が形成されると複合体は2つのレッド分子を結合させ各レッド分子のチロシンキナーゼドメイン内の特定のチロシン残機のトランスジコリン酸化を開始させる。キナーゼドメインの活性化ループに位置する t ル9 0 0と t ル9 0 5がジコリン酸化部位であることは質量を分析によって示されている。 ティール905のリン酸化は、キナーゼの活性型コンフォーメーションを安定化し、主にシーマッタンのル領域に位置する他の、チロシン残期の自己リン酸化を引き起こす。GDNF、GFRα1、または、レッドタンパク質自身を欠損したマウスは、腎臓と腸管神経系の発生に、重大な欠陥が生じる。このことは、レッドシグナルの伝達が腎臓と、 腸官神経系の正常な発生に重要であることを示唆している。レッドの活性化型点変異によって多発性内分泌使用症を2型と呼ばれる遺伝性が無症候群が生じる。臨床症状によって面 2A、面2 b と家族性向上潜水溶岩の3つのサブタイプが存在する。点変異の位置と疾患の表現型の間には高度の相関が見られる。 染色体再編成によって、レッドタンパク質の C 末端領域が他のタンパク質の N 末端部分に平地された融合遺伝子が生じることで、レッドのキナアッツェ活性の向上的な活性化が引き起こされることがある。このようなタイプの変異は、甲状腺乳頭んと関係しており、形成される融合が、タンパク質はレッド PTC タンパク質と呼ばれている。 ユタ大学のレッド遺伝子の変異データベースでは2020年1月時点で199種類の変異が同定されている。レッドは次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。